オーテリビアンは1億3 6 4 2百万年前から1億3150万年前にかけての白秋における木と呼ばれる地質時代区分である。前の木はバランギニアンであり、次の木はバレミアンである。オーテリビアンは1873年、スイスの地質学者、ユージン・レネビアによって定められた。ヌーシャテルコの湖畔にある町オートリーブにちなんでいる。 アンモナイトの一種アッコアンソディスカスが最初に現れる、層を下限としている。2009年の時点で GSSP はまだ定められていない。上限はアンモナイトのスプイチディスカスフギーが最初に現れる、層とされている。テチスカイが存在していた地域においてバランギニアンはアンモナイトに基づいた7つの層に分けられる。イベロメソルニスアフロベナトルハルピミムスプシッタコサウルス。 レプトクレーズス住脚アモク、セラポーダ流客系アモク、ソーラパデモーファ長客アモクオーナサッポダ就職等、アモクマージニセファリアプレシオサウルスアモク、プリーナソロイディア。ありがとうございます。